麻酔科医富永紀夫です。麻酔科医になってよかったことを今日お話ししたいと思います。本当は皮膚科医になりたくって、ずっとちっちゃい頃から皮膚科になろうと思ってたんですけれども、入局が許されなかったので、ちょっと自分では非常に辛かったんですが、転科することにして、その時に麻酔科っていう科を選びました。麻酔科医っていうのは皆様の中でどんなイメージあるでしょうか？手術している時になんか麻酔してる人みたいな、どうでしょうかね。麻酔科医が一番働いている手術室の中では、全身麻酔とかだと皆さん記憶がないじゃないですか。だから麻酔科医ってどんな仕事してるのっていうのがあんまり見えないんですよね。で、もちろん麻酔科で手術しているだけが麻酔科医じゃなくって、例えば救命救急、こういうセンターで働いているっていう先生もいらっしゃいますし、また私のようにペインクリニックを主任していることもありますし、手術室で働いて麻酔科だけで食べていらっしゃる方、いろんな働きぶりがあるんです。でも麻酔科医になってすごく良かったなって思うのは、私465グラムのすっごいちっちゃい赤ちゃんから100歳超えのご高齢の皆様まで、ありとあらゆる、年齢、各疾患、各病気の人々の状態をつぶさに見てこれたっていうことです。臨床麻酔実績が2万例あるんですけれども、通常麻酔科の先生っていうのは1日にだいたい平均すると2つぐらい全身麻酔担当するんですが、私は1日に12人麻酔を担当していって、全身麻酔を平均の6倍ずっとかけていました、5年間ということで、蓄積するとこの麻酔科医の人生の中で2万例の臨床麻酔実績に積み重なりました。そうすると赤ちゃんの病気、例えばですね、未熟児の子供がかかる網膜症であったりとか、脳梗塞や脳出血、脳の病気、緊急性、心臓の人工心肺を回すような手術もそうですし、また産婦人科のように出産であったり、形成外科のような皮膚もそう、内科の大腸、肺、骨折、目の奥の手術、いろんな手術、本当に全身の病気見ることができました。この麻酔科医ならではの全身を見ることができるこの特技というか、いろんな人を見たら、この人この病気っぽいんじゃないっていうのが見ただけで、結構医者としての勘と申しますか、あ、この人この病気になりやすいんじゃないかなとか、将来の予後とかいろんなことも見渡せるように訓練されてきました。その特技といったらなんですが、いろいろな病気を見てきて、各世代の患者さんに当たって、患者さんの考え方だったり行動だったり、健康のモチベーションだったり、セルフケアだったり、いろんな傾向によって遺伝的背景だけでは決まらないものが病気の背後にはあるんだなっていうことがとてもよく分かりました。だいたい病気は遺伝が3割、暮らしぶりっていうのが7割って言われている中で、どうしても遺伝的疾患が、遺伝の要因が大きい病気もあるけれど、それ以外の病気っていうのは自分の考え方とか行動とか生き方、そういう健康志向、健康を学ぶ、正しく振る舞うっていうことで変わってくるんじゃないかなと今思っております。その中で痛みというものを専門にしているペインクリニック、ペインクリニックの中で特に私がこだわって病気を見ているのは、人には言えない、人にはわからない、分かってもらいにくい痛みというものをよく診察して治療しております。具体的には指先の病気であるヘバーデン結節、この病気もですね、女の人に多くて今まで原因不明で片付けられてきたんですけれども、でもどんな病気でもそうですよね。いつまでも原因不明で、いつまでも治療法がないって言ってたら医学の進歩がないじゃないですか。だから医学的に今まではこういう考えで、こういうお薬で、こういうアプローチでダメだったんだから、違う角度からのものの考え方やアプローチっていうものを組み入れたり組み合わせたり、その人ができそうなこと、セルフケアのレベルを上げたり、そういうアプローチが麻酔科医にとってできるんじゃないかな。麻酔科医だからこの神経的なアプローチだったり、血管からのアプローチだったり、考え方、認知行動療法などに代表されるようなその人独自の考え癖なんかを変えることができるんじゃないかなと思って治療しています。このチャンネルがいいなと思ったら、ぜひいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。